はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。27月23日、もうすぐね2時です。昼のねまったりとしています。そんなに暑くもないんでね、いい感じ。雨が止んだような、またパラパラ降ってるような感じですけどね。それでね、さっきから言うてるんですけどね、今週号の週刊文春いいですよ、いいですよ、ほんまに。あの特集はね、すみません、大したことないですけど、あの、大したことないですけど、行きましょう、これ、これですね、飯島勲さん、もうなんかちょっとなんかこう、おっかなそうな顔なさってますけどね、内閣参与という肩書きらしいですけど、激辛インテリジェンス。328って、すごいですね。もう何、6年7年近くやってるってことですか。キム・ヨジョン最新談話に異変みたいな。あのキム・ヨジョンさんという方がですね、ジョンさんの妹さんというなってますけども、が最近いろんな発言をなさっていてですね、それがニュースになってるわけですけども、あの覚えてますね、僕もね、10日に発表したって、7月10日ですね、最新の談話よって、朝鮮中央通信が伝えたねと、報道されてるのは、もっぱら談話が米国と北朝鮮の首脳会談を今年中にはありえないとか、受け入れてはならないと否定的に主張してるっていう捉え方ばかりなんだよな、これじゃお話にならないよって、で実はそうじゃないと。すみません、またゲップが。のキム・ヨジョンさんがね、言うてる談話をね、全文をくまなく読めばね、実はそのやりたいんやと。トランプ大統領にはですね、次の大統領になってほしいし、話し合いは続けたいというところがにじみ出てるやないかと。なんでね、メディアはそれをねこう書かへんやということを書いてあるわけですよ。でまた面白いのは、あのこれ、やはり談話の締めくくりで、数日前テレビ報道で見た米国の独立記念行事に関する所感を伝えようと思うって言ってたな。可能であれば今後独立記念行事を収録した DVD を個人的にぜひ手に入れようと思っていることについて委員長同士から許諾を得た。こんなこといちいち発表すなよと。どんなんいくらでも手に入るやんと。要は遅れってことですね、アメリカ政府に。それを俺らに送ってくれと。で、まあそれをね、まあ、あれするんですって。どういう意味かって、北朝鮮は9月9日に建国記念日、10月10日に労働党の創建記念日と盛大な祝賀の日が続くんだよな。7月4日の米独立記念日の行事の DVD を取り寄せるなんて、自分たちの祝賀行事の参考にさせてくれって言ってるようなものじゃん。まあ、よう読んではりますね、その飯島勲さん、内閣参与って。内閣参与ってどんな仕事するのかよく知りませんけどね。時々ね、なんかポロッとね、こう、インサイダーのことをおっしゃるんでね、これはなかなか面白いんですけどね。で、まあ、さっき言ったように、このキム・ヨジョンがいろんなことを言うてますけど、キム・ヨジョン氏は談話で確かにクズのようなボルト、クズのようなって。あの一国を代表してね、ものを言うのにね、こういうね、言い方は飽きませんね。クズのようなとか。あのね、ものすごく言葉は汚いですよね、南北ともに。ものすごく言葉は汚い。この罵り系の言葉が汚いですね。これはちょっと品位に欠けるんちゃうのと。こう、訳すに訳しにくいっていう。なんか聞くところによると、こう、罵り言葉のボキャブラリーが非常に多いらしいですね、あの言葉は。訳しにくいと。で、こういう時にね、衆議院解散はないでということを書いてあるんですよ。最後のこのね、この一言にね、しびれましたね。日本人の拉致問題にも、俺の目には明るい兆しが見え始めているからね。それどういうことですかね。拉致問題担当省の菅義偉官房長官にもそろそろ出番があるんじゃないかな。いや、独り言だよ。って書いたの最後に。これ最後ですよ。今読んだのはね、
最後の2、4、7行分もう一回読みましょうか。日本人の拉致問題にも俺の目には明るい兆しが見え始めているからねって。何が見えてんの、教えてほしいわほんまに。拉致問題担当省の菅義偉官房長官にもそろそろ出番があるんじゃないかな。いや独り言だよ。はい、この前ね、横田めぐみさんのお父様がお亡くなりになったという記事がですね、2,3 ヶ月前に出てて大変おいたましい。娘さんにとうとうお会いになれなかったんですね。お孫さんにはお会いになりましたけどね、まあでもこう悲惨な13歳でこうね連れて行かれて、もうそれはね私も人の親としてね、なんていうかこうたまりませんよね、はっきり言うて。何の罪もないわけですからね、返してくれよっていうのがこう日本人の総意であると思うんで、これに反対する人はまずいないと思うんですよ。もちろん私もそう思いますし、この問題ですね、もう20年ぐらい、話し合われているんですけども、全く進展がないわけでして、まあ、どうやらですね、向こう側は解決する意欲はあんまりないなと私は思っていたんですね。でも今もその基本的なスタンスは変わらないと思うんですけど、要は向こうとしては解決してやってもええけどもというような駒いっぱい持ってるわけですよね。手駒いっぱい持ってるわけですけども、いやそんだけ金出せよということで、まあ誠にまあ頻度ない話なんですけども、しゃあないっていうとあかんのですけどね。で、どうやらですね、横田めぐみさんについてはですね、どうしてもこの日本に返せない事情があるんやろうなということが、いろんなルート、いろんな話になってきましてですね、まあ、ジョーン君と顔見知りではないかと、一緒に育ったんではないかというところまで話が来てますよね。だから、めぐみさん自身が日本に帰るシナリオってありえないだろうなというふうには言われてはきました。で、もうご高齢です。僕の2歳年下なんですね。だから56歳になられるはず。でもその他にも何人かいらっしゃるわけであってですね、北側としてはですね、この小泉総理時代にですね10人ほど返したのに見返りが何もなかったということでですね、非常にこの苦い思い出、こういうことを言うとあれは不損ですけども、まあ、向こうからすると苦い思い出、手駒だけ出したのに何も得られへんかったという経緯があってですね、非常にこれは慎重なわけですよ。でもこの今日の飯島勲さんのコラムを読んで思ったんですけど、まあやっぱり困ってるっていうのはどうやら本当らしい。相当困ってるみたいなんですね、国としては相当に困っているんで、何でも何でも欲しいわけですよ、いろんなものが。もちろんお金が一番ですけど、で出せるカードはみんな出してしまおうというふうに転じているのかなという気がしないでもないんですね。まあ、交渉にとっては良い機運が盛り上がっているのかもしれません。菅義偉さん、あのおっさんね、そんなにね外交が上手だとは思えないんですけどね、旗で見ていると。この管理はね、管理は手堅い感じですね。役人を抑えるとかっていうのは手堅い感じで、苦労人ですからね、人の心も分かるし。でも外交というのはまたちょっとまだ違う次元の話があってですね、その日本人同士の話ではないですからね、海線や山線どころじゃないの、もうなんていうかこう異人種を相手にしてるもんですから、そこはちょっと違うわけだって、そのあたりを上手にできる人なんかなどうかなという懸念はありますね。でもぜひ上手にやっていただいてですね、良い結果を出せるようにこう、進めてほしい。一日本人としては本当にそう思いますね。もう全面解決というのが一番ですけども、まあそれでね、変な話、多少お金がかかるとええやんと僕なんか思うんですけどね。確かに金払って解決するっていうのはね、道義的にはどうかと思いますけど、そんなとりあえず救い出すことの方が第一義であってですね、そんな
例えばね、お金かからないとええやん、日銀にそらしたらええやんっていう、そういうことなんですよ。で、なんそこでもたらええやんっていう話であって、経済対策でもあるやんみたいな話があるんで、そこはですね、機動的にこうやっていただきたい。もしそれがね、進展するようであればね、安倍さんに対するですね、こう世間の見方も多少変わってくるんちゃうかなと。ちょっとだからですね、ちょっと希望は持てる。このコラムを読んで、あ、もしかしてみたいな気持ちにさせていただきましたね。はい、他にもね、いっぱい書いてありますからね。読んでください。はい。440円なのです。ということです。はい、皆さんどうもありがとうございました。